中国湖北省で宙を舞うお札に市民たちが群がる動画が話題を呼んでいますひらひらと舞いながら落ちてくる紙切れ人々の視線の先にあるのは日本円にしておよそ1800円の百元札ですこの映像は湖北省で15日に撮影され中国の SNS で数十万回再生されています 地元メディアによりますとこの光景は毎年中国の旧正月を締めくくる現象節にあたる日にこの地域だけで行われている風習だということですお金をまく理由については諸説ありますが地元では橋の上からお金をばらまくことで厄払いができる橋の下でお金を拾えば一年中腰が痛まなくなるといった言い伝えがあるということです